はい、どうも、カオスマイスターと申します。本日はですね、垂直落下式ブレンバスターということで、こちら、ドーン松屋牛焼肉定食ダブル特盛り、プラス濃厚とろける杏仁豆腐セットということでね。はい。久々の松屋さんにやってきましたよ。はい。いやーね、やっぱね、牛焼肉定食ダブル特盛りなんすわ。はい。いやー、ほんと、スピーディー斎藤さんとね、レジリエンス大会祝勝会が終わったということで、ね、ちょっと興奮冷めやらぬまま、そのまま松屋に来てしまいました。そして松屋でね、牛焼肉定食食べてえなってことで、で杏仁豆腐も食いてえなってことで、ね、七味唐辛子かけすぎだろっていう感じなんですけどもね。はい。これまるで三つ秋一人飯さんの胡椒少々並みですね。はい。胡椒少々に対抗して七味少々っていうね、はい、全くスピーディー斎藤関係ないやんけっていう話なんですけど、はい。こちらね、今日はね、ほんとね、ベジファーストということでね、野菜から食べていきたいと思います。はい。いやー、ほんと牛焼肉定食うまいわ。うまい。この肉、今日肉多かったっすね。ほんとね、ここの松屋はね、日本一ケチな肉が少ないお店なんですけど、今日はね、肉多かったっす。最高っすね。そりゃそうっすね。1090円も払って肉少なかったらもうほんと、ね、厨房に殴り込みに行って、またぐなよ。またぐなよ、こら。またぐなよ、みたいな、その、長州と大仁田のやりとりをやった後に、店員にサンダーファイヤーパワーボムやってやろうかなって思いますよね。肉が少なかったら。1090円も払って、肉が少なかったら。はい。でもね、ほんと、久々に食べましたね。松屋の牛焼肉定食ダブル特盛り。めちゃくちゃうまかったです。やっぱね、牛焼肉定食に、この松屋の世界一うまい調味料のポン酢なんですけど、これが合うわ。しょっぱくて酸っぱくてね。でちょっとなんかニンニクの香りがするとかしないとか、しないとかするとかいう感じなんですけど、ほんとね、松屋のポン酢ってなんでこんなうまいんだろう。まあ、今ベジファーストでね、野菜を食べてるシーンばっかり上がってますけど、早く肉食えよって感じなんですよね。で結局この動画で最後のとろける杏仁豆腐まで、食べる動画までちょっとね、皆さん、ご視聴ください。それではね、この辺で松屋牛焼肉定食ダブル特盛りが美味しかったよっていう話です。以上、カオスマイスターでした。またアップします。バイ。スピーディー斎藤さんの、とコラボした動画も、スピーディー斎藤さんのチャンネルでこれから載ると思います。ぜひ皆さん見てください。斎藤さんがね、僕とゲーム、格ゲー KOF とスト2やった動画、そして焼肉を食べた動画をうまーく面白おかしく編集してくれて、その、かつてのテレビマンのね、前世紀のテリー伊藤並みの采配をしてくれると思いますんで、ちょっとね、斎藤さん本当うまい、編集とかそういうのが上手でね、10の面白さがある内容の動画だとしたら、それを120にする能力があるんですよ。はい。なのでね、皆さん期待してください。まあ、YouTube とかテレビとかネタなんでね、まあ、真実か真実じゃないかっていうのはさておき、面白ければそれでいいっていうスタイルなんでね、YouTube っていうのは。はい。ただ本当、スピーディー斎藤さんと今回ね、ちょっとね、深い、ディープな話をしたんですよ。牛角でね。なのでね、ちょっとね、本当、まだまだスピーディー斎藤さんとは、これからも、来年も、まあ、ちょっと2回ぐらい飯行きたいですね。スピーディー斎藤さんも忙しい方なんで。なのでね、これ見てくださいよ、この肉。これをポン酢、おろしポン酢につけてね、おろしポン酢七味ソースにつけてね、米にバウンドさせてね、でいただきます。これはうまいぞ。ね、ほんと、三つ秋一人飯さんと桃炭黒さんに食べさせたいですね。いや、松屋は普通にあるだろっていう感じなんですけど、北海道にも松屋は普通にあるだろっていう。万来とかで言うんだったらまだしも、松屋は普通にあるだろっていう感じでね。まあこれスピーディー斎藤さん全く関係ないんですけどね、この動画。はーい。以上、カオスマイスターでした。またアップします。シェリー少女くたばれ。バーイ。D
DJ 宮本さんはボクシングルール、カオスマイスターはプロレスルール、ヒロキさんは何にも出てない、行くぞてめえら、レジリエンス大会ゼロフォー。 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 DJ 宮本さんはボクシングルール、カオスマイスターはプロレスルール、ヒロキさんは何にも出てない、行くぞてめえら、
レジリエンス大会ゼロフォー。 DJ 宮本さんはボクシングルール、カオスマイスターはプロレスルール、ヒロキさんは何にも出てない、行くぞてめえら、レジリエンス大会ゼロフォー。 DJ 宮本さんはボクシングルール、カオスマイスターはプロレスルール、ヒロキさんは何にも出てない、行くぞてめえら、レジリエンス大会ゼロフォー。 DJ 宮本さんはボクシングルール、カオスマイスターはプロレスルール、ヒロキさんは何にも出てない、行くぞてめえら、レジリエンス大会ゼロフォー。 DJ 宮本さんはボクシングルール、カオスマイスターはプロレスルール、ヒロキさんは何にも出てない、行くぞてめえら、レジリエンス大会ゼロフォー。 DJ 宮本さんはボクシングルール、カオスマイスターはプロレスルール、ヒロキさんは何にも出てない、行くぞてめえら、レジリエンス大会ゼロフォー。シェリー・ショージくたばれ、辰巳もくたばれ、沼田くたばれ。